ゆうです。5人兄弟の末っ子で4人の愉快な兄がいます。楽しいことだけでなく、何かに悩んだりした時に帰れる場所が欅坂46になれるような素敵なグループにしていきたいです。よろしくお願いします。バイ。何さん、何これ冬とで星に願いを吹きます。ポイント高い。これはいい男の子だ。うわ、ちゃんと吹けてる。おお、ありがとうございました。すげえ、いいとこの子じゃない。いいとこの子だね。私の宝物は欅坂の合格祝いでディズニーのホテルにお泊まりした時に家族からサプライズでもらったお花とお手紙です。手紙ね。あ、でそれやっぱ家族からのプレゼント大事にしてるんだ。いい子ですね。いい子だね。今のところマイナス要素ポーズぐらいかな最後に。あれ何だったんですかね。あれなんだろうね。でもまあ可愛いし、わーいみたいなやつ、うん、フルートもね。いやそうなの、うちの娘フルートやってるけど、この子超すごい。うまい、うまいですよ単純に、うん、しかも趣味ドラムって書いてあるよこの。本当だ、すごい。音楽一家なのかな。ドラムでピアノもやってて、あこれ超いいとこの子ですね多分ね、うん、そうだね。しかも出身地神奈川県、もう神奈川だって言ったら我々埼玉の2人はもう頭上がんないですからね。そうですね。憧れの町東京神奈川さんにはね、もうそれはそう、頭上がりませんから。そうだそうです、ね、あでも将来の夢、一人のアーティストとして活躍したいというちょっとやっぱりこうあるんですね夢も、ね、やっぱ音楽の人なんだな。そうなんですね。あ、好きな食べ物は上身の。あら、いいね。抑えてますね。上身のとアップルパイ。アップルパイ。これもだからね、この上のおじさんたちも抑えながらアップルパイが好きな若い女の子世代のね。これはいい。しっかり考えてますね。うん、最近一番笑ったこと、うん、最近爆笑した記憶があまりないです。そういうなんか影も持ってますね。持ってるね。ちょっと裏の。でもね、そんな子結構人気出るからね。あ、そうなんですか。はい。西野さんとかもそんな感じじゃないですか、乃木坂の。あ、西野七瀬さん、あの子だって最初の時全然目立たない子だったからね。それが途中からもうブワー来て、今じゃ不動のセンターですよ。なるほど。かと思えば白石さんみたいに最初からもセンターみたいな候補がやってるみたいな、ね、うん、しっかり乃木坂と比べてきますからね。あ、なるほど、結ぶタイプだ。これどっかの現場かね。これなんですかね、どこで撮ったんですかね。自宅の壁じゃないよね。そうですね。床も家です。家、これはちょっといいとこの子ですね。今泉ゆいにハマりに行こうかな。なんなら今泉ゆいちゃんの家で撮った方がいいよね。こんな綺麗な、そうですね、ちゃんとした、本当だわ。だって趣味ドラムってなかなか無理じゃん。そうだ、そうですね。でピアノフルート、ピアノフルートフラフープってなんだこれ。急にフラフープ。最後もう響きで書いたんですよね。まあまあ、まあ、アイドルは多いのよフラフープ。いやそうなんですか。あの乃木坂の話はいいか。乃木坂の番組じゃないですから。4人の兄がいる末っ子の今泉結衣、佇まいやフルート演奏などいいとこの子の片鱗が。続いては2人目は4人の兄がいる末っ子で特技がフルートの今泉結衣。どうぞ。そうだね、あすごい。意外とちっちゃいんだ。153だから。はじめまして、神奈川県出身高校2年生の17歳今泉結衣です。食事をするときは必ず30回噛むようにしています。よろしくお願いします。家の写真がすげえじゃんって話した。そうなんですよ。それこの後ろの自宅じゃなくて家の近くのスーパーです。薄く詐欺に引っかかってた我々。で最近一番笑ったことは、うん、で最近あまり笑ったことがない。そうだ、うん、最近何かありました？それ以降笑ったことは。だって愉快なお兄ちゃんが4人もいるでしょ、ね、そうですね。でもあまり笑わないです。お兄ちゃんたちは何が愉快なの？お兄ちゃんキャラが愉快ですね。キャラが愉快。お兄ちゃんのキャラを評価してんだ。どういう？結構なんか急に規制を、はい、やべえな。兄ちゃんやべえな。
ちなみにそのお兄ちゃん何番目のお兄ちゃんは上から3番目ですね。あ、上から3番目。いくつぐらいお兄ちゃん？22、23ぐらいですね。え、じゃあ一番上のお兄ちゃんっていくつよ？31です。そうだよね、うん、俺より年上だ。2番目のお兄ちゃんは？2番目は28です。ああ、ほぼ一緒でしょ。2番目のお兄ちゃんって呼んで、じゃあ。2番目のお兄ちゃんと一緒だわ。ではここで特技のフルートを生演奏です。練習して、なら隣の部屋でお兄ちゃんが、めちゃくちゃだよ。